あもう一つの新製品ですね。静岡のホビーショーではモックで見せてたんですけど、まあ、こういった形でもう製品版になってもう間もなく発売予定となっております。マイクロプロサイトですね。もう今実需の世界でもだいぶ流行ってるこの商品ですね。まあうちの最大の特徴としましてはすごく軽いです。 16g 電池込みでも 16g なので、うちのガスブローバッグにも影響がないぐらいの軽さになってます。まあ、あと特徴的なのは、レンズがポリカでできてます。なのであんまり割れる心配がない、割れにくいレンズになっております。で、ご覧の通り値段がね6800円と非常に頑張った価格になってます。明るさもハイとローの2段調整が可能になっておりますね。覗いていただいて、で当然これには 20mm レールがついているので、乗せることができるんですけど、さらにこういった形でグロック用のマウントですね、うちのグロックに取り付けられるマウントベースを2種類、セットで発売します。1580円ですね。でこれをやるとご覧の通りグロックにガス風呂のグロックに取り付けることができるんですけども、まあ、電動のグロックとかグロックの18C にはちょっとサイトの関係上付けられないんですけど、ガスの17とか34には取り付けることができます。でこのアダプターをいっぱい出すことによって、まあ、さっき ありました USB の、ね、アダプターなんかもやればこういった形で乗ることもできますし、あと今作ってますけどこういったミドルマウント、ハイマウントと、乗せることによって、電動ガンにもガスにも乗せることができるようになっています。そういったものですね。もう非常にこう構えてもらうとね狙いやすくて、でなるべく日中のゲームを考慮してなるべく 明るくドットガン見えるようにも作ってあったりしますのでね、これからぜひねハンドガンにも、今ちょっとついてないな、ついてます、取れますから、ぜひね今回ハンドガンとかにもね乗せていただいて、さっきの M&P9L とかにもねつけられますし、グロックにもつけられますし、ね、まあバンバンこれからはね撃っていただいて、ちょっと楽しみな商品ですね。乗ってると非常にかっこいいんでね、フォルムが非常にかっこよくなりますので、ぜひねこれで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。